き直し産婦人科ゆいクリニック島袋文です。今日は本当に痩せるためのダイエット、こちらを紹介したいと思います。巷ではですね、多くのサプリメントやダイエットグッズっていうのが溢れていて、たくさんのダイエット方法や食事方法も勧められています。でとってもたくさんの人がダイエットにお金をかけていますね。で痩せたい、でも痩せられない、頑張って痩せたいけどリバウンドしてしまった、そんなことも巷にはたくさん溢れています。ゆいクリニックの外来に通ってくれてる人でも、もう少し痩せたいなとか、もっと痩せたいっていう人がたくさんいて、でも痩せられなかったり、せっかく痩せたけどまたリバウンドしてしまったっていう方も多かったりします。で実はですね、一度痩せてまた元に戻って太ってしまうとですね、ますます体はその太った後の体重を維持する体質を持って痩せにくくなってしまうんですね。なので痩せる解決策としてはですね、一時しのぎではなくて、ずっと続けられる生活スタイル、ライフスタイルをもう変えていく、ずっと続けることをやる。一時的に今ダイエット中だから特別にこれをする、ダイエットが終わったらまたこんなことをする、じゃなくって、ずっと続けていくっていうことが大切なんですね。じゃあ実際何をずっと続けていくのか。これはですね、植物性の食べ物、それも精製されてない食べ物を中心に食べる。要は生のお野菜とか果物とかっていうのを中心に食べる。で、精製された砂糖だったりとか小麦だったり乳製品、植物添加物とかそういうのはもう極力取らないようにする。もうすっごい加工された超加工品ですね。例えばカップラーメンみたいなのだったりとか、ソーセージとかね、ちくわとか、すごい加工されているものたち、あとはポテトチップスだとか、もうチョコレートとか、いろいろ加工されたのがいっぱいあると思うんですけど、そういったものをね、避けるべき。だから私の意見としては、ダイエットドリンクとか、ダイエットバー、プロテインバーみたいな、そういったのもですね、もう健康にはなれないなーっていうので、そういうのは避けるべきじゃないかななんて思います。そして適度に運動する。この適度っていうのもなかなかね、難しいんですけど、どれだけやればいいのとかっていうところに関して、まあ運動に関してはまた運動ゆいクリニックで検索してくれるとたくさん紹介しているので、そちらもまた見てもらえたらいいかなと思います。で長期に続けるっていうことが大事で、ある一定の期間、1ヶ月頑張って体重を3キロ落とすぞとかっていう風にすると、その期間頑張って体重3キロを落としたとしても、また元の生活に戻ると体重も戻っていってしまうってことになりかねないんですね。だからずっと続けられる自分の生活スタイルを完全に変えて、シフトしてそれを続けていくってことが大事なんです。その時に、じゃあ砂糖、小麦、乳製品、食品添加物を食べないっていうと、一生私はケーキ食べられるのか食べられないのかってブルーになるんじゃなくって、もうケーキがなくって、それが自然な生活だと。で自然な甘みの自然な食べ物で美味しい食生活が過ごせる、そういった生活をしていく。で運動も期間限定でこの時だけやるんじゃなくて、ずっと続けていられるようなスタイルで運動を続けていくということが大事なんです。で運動に関してはずっと続けていくとですね、できる量もね、だんだん増えていったりするんですよね。で体の筋力もついて体力もついていくっていうことで、本当にいいことづくめになります。でいつも新鮮な野菜や果物をしっかり食べて、穀物は精製されてない食べ物を食べて、肉やポテトチップス、フライドポテト、キャンデー、チョコレートのようなジャンクフード、こういったのは滅多に食べないという場合には、こういう人はきっと太ってないはずっていうことでですね。でそのことも後でまたお伝えするんですけど、だからホットコーク2つにビール2缶でスポーツ観戦とかね、ファーストフード店でチーズバーガーとフライドポテト食べてるとかっていう人は、痩せないかなーって、ダイエットなかなか難しいですよねって。でももしもですね、ハンバーガーだけ食べてればカロリーを少なくすると、実はね、痩せることはできるかもしれない。でも栄養が取れないから健康にはなれないっていうことなんですね。で痩せたいっていう場合に、何のために痩せたいのか、その目標を持った場合に、その目標に向かって一時的じゃなくって一生続けていくっていうのが大事なんですね。だから私の場合も、まあ、やっぱり綺麗な方がいいし、それから健康でいたいし、若々しく元気でいたいし、目標としては120歳まで元気で生きていようと、仕事も100歳まではやりたいっていうふうに思ってる。でそういった思いを実現するためにも、体がすごく太っているとなかなか動けない、動けないとやっぱり
体重もなかなか減らないということでね、悪循環に陥ってしまうということになりますね。で、無理に食事を減らしたり我慢していると続けられないと。で、絶対的なカロリーを減らすだけ減らして、で、健康的なものを食べていないとタンパク質が取れないので、ホルモンがうまく働かなくなったり、骨がもろくなったり、 AG がたまって将来寝たきり、認知症のリスクが高まってしまうということになるわけですね。で、 AGE っていうのは食べ物に茶色く美味しそうな焦げの部分っていうのが AGE なんですけど、まあ、こういったのがね、やっぱり体に食べてタンパク質が焦げていくみたいなイメージでいると病気になってしまうよっていうことで、こちらのコラムでも紹介しているので、よかったらまた見てみてください。で、野菜をしっかりたくさん食べるとお腹いっぱいになるし、それで野菜だけではなかなか太らないということなんですね。で、アイスクリーム1カップ、リンゴ4個、生野菜1キロ、全部400キロカロリーなんです。で、とすると、どれが一番お腹いっぱいになりますかっていうところですね。で、生野菜だけではタンパク質取れないでしょうっていうところなんですけど、もちろんなんか生野菜プラスタンパク質を取るんですが、アイスクリーム1カップでお腹いっぱいにならないけど、400キロカロリーになってしまう。ポテトチップスとかね、そういったジャンクフードも、やっぱりカロリーが非常に高いと、少量でですね。なので、食事で生野菜をしっかり食べて、食べ物を全体で食べるっていうことが大事なんですね。加工されて、削ぎ落とされたものは、急に血糖値も上げるし、栄養も十分取れないということになってしまいます。で、先ほどのですね、ダイエットの王道のおすすめとしてですね、植物性の食べ物、精製されてない食べ物を中心に食べるっていうところなんですけど、じゃあ、ベジタリアンになればいいのかっていうところなんですけど、ベジタリアンっていうのは、確かに動物性のものを食べないっていう場合には、ベジタリアンではあるんですね。なんですけど、そこで、砂糖だったりとかね、精製された小麦でできたパスタとかパンとか、そういった加工されたものをで、食物繊維やビタミン、ミネラル、そういうのが、削ぎ落とされた単純な炭水化物を取ってしまっていると、それだと健康にはなれないと。なので、単にベジタリアンになるっていうんじゃなくって、全体食で栄養をしっかりとっていうのが大事なんですね。で、ベジタリアンの中でも動物のものを一切取らないっていう人の中では、ビーガンっていうのがあるんですけど、ビーガンは健康じゃないのかっていうと、タンパク質、動物性で取らなくても大丈夫なのかって、これは大丈夫なんです。ただし、揚げ物だったりとか砂糖だったりとか、そういったものを取っていても、動物性でも取ってなければベジタリアンであり、ビーガンなんですね。なので、そういう体に悪いものっていうのはなるべく取らないで、栄養をしっかり取っていくっていうことが、やっぱりダイエットをするためにも大事ということになります。で、運動することは健康を保つのにとっても大切で、食事と運動を組み合わせた生活習慣を自分のライフスタイルとして継続していく、これが大事ですね。で、それも急に3ヶ月体重を例えば5キロとかね、いっぺんに落としたとしても、それがその後続けられる内容でなければ、またまた元に戻ってしまうんですね。なので、短期間にできる減量方法では体の内臓にも負担になってしまったり、がんとか骨の病気とかのリスクも上がってしまうというところで、やっぱり長い間かけて増えた体重はゆっくりと減っていって当然なので、もう半年1年とかけてゆっくりゆっくり減らしていきながら、その体重を維持できる生活スタイルを続けていくと、慌てずに継続していくことが大事ということになるんですね。で、好きなだけ食べて、それでも体重は減っていく、体にふさわしい食べ物を摂る、特にタンパク質、ビタミン、ミネラルをしっかりとる。これが体重を減らすのにも大切で、丸ごとの野菜や果物にはたくさんの食物繊維が含まれていて、満腹感も得やすいし、血糖値も急上昇しないので、しっかりたくさん食べても痩せられるということになるんです。で、この食事の献立例がですね、この玄米ご飯に、お味噌汁に、大根飯に、それから、青菜の納豆あえですね、野菜サラダたっぷり、それにお豆腐にキノコたっぷり、こんだけ食べても600キロカロリーぐらいにしかならないということなんです。で、1日1500キロカロリー以下で食事ができてしまうということなんですね。そしたらもう太ることはできない、そんな食事をしてば。で、いてお腹いっぱい食べられるってことでね、一つの例ですけど、この食事はですね、玄米酵素っていうサプリメントを作ってる会社が行ってる
エコロクッキングスクールからこのメニューを提供してもらってるんですけど、エコロクッキングスクールではオンラインでの料理教室とかもやってるってことなんで、よかったらそういうのも活用してみてください。あとゆいクリニックでは献立やレシピをホームページで上げてます。で、結構動画でね、料理の様子とかそういったのもできれば見たいっていう要望があるんですけど、今なかなかそこまではできてないんですけど、献立とレシピはあの写真でたくさん出てるので、ぜひこの玄米ご飯のこういった献立、健康的な野菜たっぷりのお食事っていうのも参考にしてもらえるといいかなと思います。で、様々な流行のダイエット方法に飛びつかないで継続していくってことをぜひやってみましょう。で、体重が減るとですね、体が動かしやすくなるので、より運動しやすくなる。で、食事を変えて体重を減らして運動がさらにしやすくなって、相乗効果でですね、どんどん痩せていくことができて、適正体重を保つことができると思います。で、正しい食生活と運動っていうのは体重を減らして全体的な健康状態を改善して相乗効果を発揮して体が機能していくんですね。で、私たちは何を食べるかによって私たちの体重を正しくコントロールしていくことができるんです。で、例えば遺伝的にですね、太りやすい体質だったとしても、今どうやって生活しているか、何を食べているか、それによって体の遺伝子のスイッチっていうのがオンオフが可能なんですね。だから太りやすい遺伝体質だったとしても、正しい生活習慣をすることで太らないで健康でいられるっていうことです。で、この正しいダイエットに関しておすすめのダイエットですね、それはチャイナスタディって本から取ってるんですけど、肉食が癌のリスクを上げるんだよ、乳製品が体に良くないんだよっていうのが統計的なデータで分かってるってことをこの本でとっても分かりやすくご紹介してます。で、私の方がですね、その砂糖や小麦、乳製品、食品添加物を避けて生野菜、果物、タンパク質しっかり取りましょうっていうところなんですけど、これに関してですね、どうしてそうなのかっていうのをちゃんと理解しないままに砂糖を食べちゃダメって禁止されたら、それはもう絶対続かないんですね。なので、どうして小麦が良くないのかとか、それからどうして乳製品が良くないのかとかですね、あとお肉は避けた方がいいよとか、あと砂糖を避けた方がいいよとか、その辺のことをですね、ぜひあのしっかり学んでもらって、ずっと続けられるライフスタイル、それでいて健康で体重も適正に痩せていける、本当に痩せられるダイエットっていうのを続けていけるといいんじゃないかなと思います。以上ですね、ダイエットについてご紹介しました。ありがとうございました。